ちは、岩本恵美香です。さあ始まりました、ペット図鑑。大好きなペットと暮らした、そんな皆さんの参考にしてもらえるよう、私がいろいろなペットを調査紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内にはワンちゃん猫ちゃんのほか、小動物や爬虫類などおよそ500種類の生き物を扱っています。現在ワンちゃん猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんのペット会員を大募集中です。ここからはズースクエア静岡の小野寺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は何を教えていただけますか？はい、今回はですね、両生類のレイアウトについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。おお、今回はペットについてではなく、はい、レイアウトについて。そうですね、メインはレイアウトでお話しさせていただければなと思っておりますけども。いや、レイアウトって聞くと、はい、なんかいろんなものを用意しなきゃいけないのかなと思うんですが、最低限必要なものを教えてもらえますか？かしこまりました。今ですね、両生類って、まあ、お話しさせてもらったんですけど、まあ、このサラマンダーちゃんがね、今ここに入ってるんですね。はい、あ、はい、かわいい。まあ、こんな感じで飼えないことはないんです。こうやってあの土があってですね、これで湿度保てるんですよ。でここに、まあまあ、できればもう少し大きい方がいいんですけど、はい、まあ、体が疲れる水入れがあれば、もう正直これでいけないことはないんですけども。でもこれだと なんかちょっとシンプルすぎる。そうですね、もうこれ、はい、あくまでも管理みたいな形に今なってて、やはりですね、今のトレンドからいくと一匹に対する愛情熱がすごい高まってきている部分もあるので、まあ、よりいい場所で広いところで、まあ、飼ってあげたいなっていうところで、まあ、今回ですね、はい、そのレイアウトというところでお話しさせていただきたいと思います。お、はい、まあ、いろんな方法がありまして、はい、まあ、そこで今回はですね、あの両生類というところで絞って、まあ、このケージの説明をね、ちょっとしていけたらなと思っております。はい、はい、このポイントはどんなところですか？はいはい、ポイントはですね、先ほども説明したこちらの土ですよね。あ、はい、やっぱりね、両生類ってここの湿度っていうところではすごくやっぱ重要になってくるので、ここにソイルっていうのを敷いてます。同じものを敷いてますね。で結局植物もね、今植えてるじゃないですか。はい、この植物の根腐れを防止するために下に軽石も入ってるんですね。あ、すごい、そういうものもあるんですね。はい、こういったね、工夫がやっぱりちょっと後々長く楽しんでいただくためには必要になってくるので、っていうところで、まあ、こういった最低限のね、下土、はい、これでまあ湿度だいぶ保持できますよっていうお話ですよね。はい、であと、まあ、例えばここのね、草たち、どうやって埋めてるんでしょうかっていうお話になってくると思うんですけど、確かにこれに関してはすごい簡単な方法がありまして、はい、こちらのですね、水草の種、植物の種っていうものが最近売られてるんですよ。すごい。種から育てられるというところですけど、逆にじゃあ種から育てるって難しそうっていう思いました。イメージがあるかと思うんですね。はい、ただなんでじゃあここのソイル敷いたかっていうと、やはり湿度も保てるんですが、こういった根が張りやすくなるんですね。というところで、まあ、撒いていただくと、はい、1週間から10日ぐらいで発芽します。そんな早く。はい、レイアウトするグッズってすごくたくさんあると思うんですね。なんか自然界の形じゃなく、自分の好みにしていくっていう感じにはどういうふうにすれば。やっぱその生き物に合ったまずケージと床材とかをまず選んでもらって、地盤を決めていただいて、そこから自分自身でこれを入れたら面白いんじゃないかっていうのを選んでもらっていくとよりいいかなと思いますね。なるほど。なんかあのこのペット図鑑のディレクターさんは、パンダのシェルターを置いてるとかっていうんですけど、そういったものとか置いてもなんか可愛らしく仕上がりそう。もちろん一気にポップに仕上がると思いますし、それでポップの世界を表現ももちろんできます。何でもありはありなんですね。ただ全く違う環境を再現しちゃうと生態が弱ってしてしまうので、そこは注意が必要だと思うんですけど、やっぱり最低限、はい、やっぱその子に合った環境にした上 で、はい、まあ、自分の好きな形のものを入れていったりとかする。はい、それが一番ベストだと思います。なるほど。はい、あとなんか気になったんですが、はい、この上に置いてあるものって何ですか？はいはい、これですけども、これも最低限って言われれば最低限ではなくなってしまうんですが、はい、これっていうのが
何時間おきに何秒霧吹き、霧が噴射できるかって装置になるんですよ。便利ですね、はい、うん、手間暇かけてやるってなると、はい、かなり時間もね必要になると思うので、あっという間に時間はね過ぎてしまいますね、なので、まあ、こういったもので、まあ、なんだろう、日々のメンテナンスはちょっと楽にして、凝りたい時に凝ってっていうのはバランスもいいかもしれないですよね。はい、なんかもっとペットのことを考える時間っていうのも増えそうですし、はい、この機会に皆さんもケージのレイアウトしてみるのいかがでしょうか。はい、ということで今回はケージのレイアウトについて小野寺さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは本日のワンポイント、本日ご紹介するのはこちら、プランツシードというですね、植物の種になります。この植物の種、大変便利なのはレイアウトを崩さずに植物が生えてくるというところですね。ただ一つですね、注意点ございます。あまりですね、低い気温の時にこれを植え巻きますと大変発芽率が落ちてしまいますので、そこは要注意になります。ぜひ気軽にですね、こういった情景楽しめますので、ぜひこちらもご検討ください。以上、本日のワンポイントでした。皆さんいかがでしたか。最低限必要なものを用意した上で自分好みにレイアウトしてみるのもいいですね。次回もお楽しみに。